皆さんこんばんは。10月1日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私キララボア、コメンテーターはインヤンと AK ウィップでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。アメーバピグに映像コンテンツを楽しむピグテレビオープン。エントロピアユニバースにて新しい惑星プラネットマイケル開発中。インビューが新たなパートナーシップを締結。アメリカサンフランシスコでカンファレスバーチャルグッズサミットウエスト開催。第1回エジプト考古学支援講演会10月3日開催。アバターユナイテッドが9月29日でサービスを終了。まず最初のニュースです。9月28日株式会社サイバーエージェントが運営する 2D 仮想空間アメーバピグで、さまざまな映像コンテンツを楽しむことができる新たなエリアピグテレビがオープンしました。ピグテレビはアメーバピグにてお笑いライブやミュージックビデオ、映画、ドラマなどの映像コンテンツを楽しむことができる新しいエリアです。ユーザーは他のユーザーと一緒にチャットをしながら映像コンテンツを視聴することが可能です。サービス開始からしばらくはお笑いライブやミュージックビデオを中心に無料で楽しめるコンテンツが用意され、11月からは特定のピグアイテムを購入することで視聴可能となる有料での放送を予定しているということです。今後はメディアやコンテンツホルダーとの提携を行い、人気の映画やドラマ、ピグテレビ限定の映像などを用意して、さまざまなコンテンツの放送を行っていく予定だということです。今回はその第1弾として8月に日本でもデビューした5人組の韓国女性アイドルグループからのミュージックビデオの配信を9月28日から本日まで3日間の期間限定で行っていました。また9月29日からは CD アルバムカラベストの発売とピグアイテム開局を記念して、同グループの日本でのデビューシングルであるミスターの世界観をモチーフにした衣装の仮装アイテムやダンスを再現したアクションを販売しています。ピグも映像コンテンツに参入し、仮想世界で映像やコンテンツを視聴するという過ごしがさらに短いなってきそうです。イアンさん、このニュースいかがでしょう。はい、ですね、大変面白い試みだとは思っています。特に仮想世界の中でもって映像を見るっていうのが、どれだけ浸透するかっていうところではないかなと思いますし、皆さんもね、経験があると思いますが、一人でテレビを見るよりかは、みんなで見た方が楽しい。これは、例えばわざわざサッカーの試合をスポーツバーにまで行って見に行く人が多いというのと同じような現象だというふうに考えられています。ただ、そのアメーバピグの中でもって、実際にそれをやりたいか、もともと3次元ではなくて2次元の世界の中にさらに2次元の絵を流す。で、それがどの程度親和性がある。これは、ロジックとかっていうことよりも、使っている人たちがどういうふうにそれを感じ、どういうふうにそれを使っていくか、またそれが本当にですね、受け入れられるかっていうところが多分大きな鍵になるんじゃないかなと思いますし、またもう一つ、やはり、どちらかというと、その、いろいろな、コンテンツがどれだけ揃うかっていうのもキーになってくるとは思います。ただどうしてもこの仮想世界の中で見るのと大きく違うのアメーバピグは、やはり2次元ですので、2次元の中にテレビを置いて、2次元の画像を見るのであれば、やはり YouTube 等で見た方が、もしくはニコニコ動画でみんなでスレッドを立てながら見た方が、ひょっとしたらばいいかもしれません。この辺はまだまだ、人々の行動というのは読めないところがあるので、実験的な試みとして、注目していきたいと思っています。以上です。ありがとうございました。
次のニュースです。スウェーデンの 3D 仮想空間エントロピアユニバースにて、昨年6月に亡くなったマイケル・ジャクソン氏をモチーフにした MMO プラネットマイケルが開発中との情報が発表されました。エントロピアユニバースは、マインドアーク社が運営するリアルマネートレードに積極的な仮想世界の一つで、仮想通貨を現実の通貨として引き出せるキャッシュカードを発行していることや、惑星開発パートナーという制度で契約した開発者が企業が様々な特色を持った惑星を開発、公開できることが特徴のプラットフォームです。バーチャルワールドニュースでも、高額取引の話題や研究目的の惑星オープンのニュースなどをご紹介しています。今回発表されたプラネットマイケルは、すでに惑星開発パートナー契約を結んでいるアメリカのディベロッパーのSEE バーチャルワールドが開発を担当しています。この惑星はマイケル・ジャクソン氏の遺産を管理するザ・エステート・オブ・マイケル・ジャクソンから正式に版権許諾とバックアップを受けており、ユーザーは空間内で楽曲をダウンロードしたり、各種ゲームをプレイしたり、仮想アイテムを購入したり、生前マイケル・ジャクソン氏が取り組んだチャリティー活動に参加できるということです。基本プレイ無料のアイテム課金制になる予定で、現在は公式の Facebook ファンページと Twitter アカウントにて情報が発信されています。この惑星プラネットマイケルは2011年の後期に公開される予定で、オープン後はこれまで想像できなかった形でマイケルの人生を発見、体験し、マイケルを知らない世代にも彼の魅力を伝えていく世界になるということです。次のニュースです。 3D アバターチャットサービスのインビューが仮想通貨やアイテムのプラットフォームを提供するミクシモとカジュアルゲームポータルのヘイザップ、ソーシャルゲームディベロッパーのオムポップの3社とパートナーシップを結びました。インビューはファッションやエンターテインメントに興味のあるティーンエイジャーに人気のアメリカの 3D アバターチャットサービスで、ユーザー自身がアバター用の服飾アイテムや家具アイテム、部屋、空間を制作できるUGC の機能もあり、これまで仮想アイテム販売で高い利益を上げてきたほか、ユーザーのチャリティー運動なども積極的に行われているサービスです。先月には新たにソーシャルゲーム機能を実装し、最新版のクライアントを使用すると、スタート画面のホームからゲーム選択画面が選べるようになっていました。今回のパートナーシップは、この動きをさらに進めたもので、今後、多くのディベロッパーの手による多彩なソーシャルゲームが提供されるということです。次のニュースです。10月12日から13日までの2日間、アメリカ・サンフランシスコのモスコーンウェストカンファレンスホールにて、ニュースサイトメディアビストロ.comらが主催する仮想アイテムに関するカンファレンスイベントバーチャルグッズサミットウェストが開催されます。バーチャルグッズサミットはニュースブログインサイドバーチャルグッズのライターであるチャールズ・ハドソン氏をホストとして過去3年間にわたり開催されている仮想アイテムや仮想通貨および仮想経済専門のカンファレンスイベントです。今回はシリコンバレーを中心にアメリカ西海岸に拠点を置く仮想アイテム関連企業のキーマンが集い、様々なセッションが行われます。
基調講演には Facebook のプロダクトマーケティングマネージャーのデボラ・リウ氏とマイクロソフトの Xbox プログラムマネージメントディレクターのベン・スミス氏、ジンガのファームビルのリードデザイナーマーク・スケーズのマーク・スケーズ氏の講演が予定されています。いずれも仮想アイテムでかなりの利益を上げている企業です。日本でも携帯用のアバターアイテムをはじめとする仮想アイテムの売り上げが伸びています。このカンファレンスの報告が楽しみですね。次は仮想世界やアップルのガジェットを使ったピラミッドのプロジェクトの話題です。米国古代エジプト調査協会はエジプトのピラミッドにおける 3D 計測プロジェクトなどの最新調査報告と考古学調査のためのチャリティーを重ねた第1回エジプト考古学支援講演会を10月3日に開催します。米国古代エジプト調査協会は25年にわたりエジプト遺跡の発掘・測量調査を行い、文明の起源と発展を探求している団体です。現在多国籍チームとして日本を含め20カ国以上から200名以上の研究者が参加し、ピラミッドの立つギザ台地をメインに様々な考古プロジェクトを行っています。今回の最新報告では発掘のない考古学をキーワードに2006年から日本の研究機関が参加して、従来の二次元情報による地図から最新レーザー機器を用いたピラミッドの3次元化を試みた事例が報告されます。ギザ台地第4のピラミッドと呼ばれるケント・カウエス女王墓の記録調査に成功し、巨石建造物建設の新たなデータを得たとのことです。山岳合同研究として 3D 情報に時間情報を加え、 4D 空間に時間を加えたコンテンツとしてメタバースに遺跡を再現する計画についても話されるということです。また iPad や iPhone による 3D データのポータブルな利用利活用についても触れられるとのことです。残念ながら申し込みの締め切りは先日9月30日で締め切られていますが、どのようなメタバースに遺跡が再現されるか興味深いですね。次のニュースです。セカンドライフを運営するアメリカリンデンラボ社が今年1月に買収した MMO ユーザーのための SNS アバターユナイテッドが9月29日でサービスを終了しました。アバターユナイテッド終了のお知らせは9月23日にリンデンブログで公開されました。同 SNS はもともとはスウェーデンのベンチャー企業であるエネミーアンクノウ AB 社が運営していた MMO と仮想空間のユーザーを対象とした登録制 SNS です。ユーザーは登録時に普段自分がログインしているサービスを選択してアバターのプロフィールページを作成、他のユーザーと友達登録をしたりメッセージのやり取りをしたりとオフライン時のコミュニケーションを補完することができました。リンデンラボでは今年1月にセカンドライフのインワールドでのユーザー間のコミュニケーションを補完するため同 SNS を買収しました。リンデンが運営を開始した際には SNS の登録情報とセカンドライフ歴の記入の相違から年齢をごまかしていたのが発覚し、アカウントの削除が行われるユーザーが出るなどのトラブルもありましたが、
積極的に利用し、新たなコミュニティを築いたユーザーもいました。残念ながら、今回、リンデンラボ社のリソースをセカンドライフに集中させるため、9月29日をもってサービスを終了するということです。アバターユナイテッドで使用されていた専用仮想通貨 AU コインはユーザーに直接連絡が行われ、返済のための処置が行われているということです。今後はアバターユナイテッドに代わる住民サービスを提供するという記載もありましたが、それが具体的に何かはまだ明らかになっていません。AK さん、このニュースいかがでしょう。はい、よろしくお願いします。アバターズユナイテッドですけど、セカンドライフ以外にウォーズワールドクラフトとかですね、あとシムズとかですね、なんか そういったなんか他のゲームのユーザーさんもこう参加できるソーシャルネットでして、でそれをリンデンラボが買ったっていうことで、なんかこう、ひょっとするとなんかまた今までとは違うですね、各ワールドをなんか縦断するような、なんか新しいなんかこう、ビジネスモデルに発展していくのかななんてこう、結構期待をさせる部分があってですね、非常にちょっと楽しみにしてたんですけど、なんかこう、買って、どうですか、半年ぐらいですかね。で、なんかちょっと、やめちゃうってことで、ちょっと非常になんか、個人的にはなんか残念に思ってます。まあ最近はちょっとリンデンラボさんも海外オフィスをなんか閉じてるという話も出てますし、ちょっと最近はやっぱり CEO かな、が変わったっていうことで、まだまだちょっといろんなサービスが始まったり、あと急に終わったりとかですね、ちょっとかなり過渡期な感じがありますんで、セカンドライフのリンデンブログはなるべくこう、チェックされておくと、なんかいきなりなんかこのサービスがなくなったとか、後で知るよりも、まあ一番早くそこで情報が出ますんで、チェックされておくといいかなと思います。以上です。ありがとうございました。次は私、キララのピックアップコーナーです。今週のピックアップコーナーは、主にトランス音楽を中心に DJ をされている周作ロードさんをご紹介いたします。周作さんがセカンドライフに登録されるきっかけは、トランス界のアーティストアークさんが、ウェブでセカンドライフのことを紹介していたのをきっかけに登録されたそうです。トランスファンの皆様の人気を得て、登録されてわずか10日後には DJ デビューを果たし、当時エレクトロニカ部門で一番有名だったピラニアというアメリカのクラブでレジデントとして DJ を担当されていました。現在周作さんが DJ をされるのが月に一度ぐらいですが、ミラズヘブンアイランドにあるクラブで DJ をされているそうなので、一度足を運んでみてください。周作さんはリアルでも作曲家として活動されており、ダズルというダンスカンパニーの舞台音楽制作を担当されて、2008年公演、もういいよ。2009年公演、花と踊りなど素晴らしい音楽を作曲されています。私も周作さんの音楽をいくつか YouTube で聴かせていただきましたが、その中でも花と踊りが私は一番好きな音楽です。今回ご紹介させていただきましたダズルの DVD-1 が12月3日に発売されます。12月頃は寒くなり、外に出るのが辛い時期です。ご自宅で DVD を見ながら過ごし、疲れた体を癒してみてはいかがですか。周作さんは音楽ストリーミングでは DJ だけではなく、即興のピアノ演奏やシンセサイザー演奏も行うこともあるそうです。
これからの周作ロードさんの活躍が楽しみですね。以上、キララのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。